ユーフンフォンさん、塾講師 A さん、愛さん、隠居 TV 久保哲郎さん、吉野よし。はい、こんにちは、速解塾の久保です。私の提唱するね、この令和2年に沿った、令和の時代に沿った、あの新生活保護なんですけども、自民党の、西田昌司さんに、メールをね、送ったわけなんですよ。私なりに生活保護のことをこう考えてますと。財源は国債でいいんじゃないでしょうかということね、中心に。まあ、とにかく、今の生活保護基準では、もう、切り詰めないとやっていけない。とても健康で文化的な暮らしは送れないよと。そしてですね、生活保護といえども、趣味や楽しみとかね、こういうものを持っていかないと。そして、生命保険にも入れてね、将来の貯金がいくばくかできて、それでいいじゃないですかと。だってこれ贅沢ですか。ね、生命保険に入ったりとか、将来のために貯金するなんてことは、誰もができる当然の権利と選択肢だと思うんですよ。で、それは贅沢だって言ってるのね、気が知れないですよ。それは贅沢だっていうのはね、もっとね、こんな時期でも300万以上の、ボーナスが出る人にだけ向けてください。うん。生活保護の方が、贅沢をしてるように見えますか。本当に、まだまだ、自由に暮らしてもらいたいと思うのが人情だと思うんですけどね。しかも私たちの税金で生活保護費が賄われてるわけではないんですよ。これね、国債切ってるわけですからね。別に私たちの税金の一部が生活保護に回ってるって、この古い認識も早く捨てないと。で、仮に生活保護を支給されてる方が、支給額がアップしたところで、私たちのね、手取りが減るわけじゃないんですから。ここの大きな勘違いからスタートして、生活保護の支給額が増えれば、やっぱりね、たくさんお金使ってもらえるわけですから。業績の悪かった会社も、業績良くなるでしょ。結果、私たちの給料は上がるわけですよ。このロジックに立ち返らないと、いつまで経ってもね、生活保護はお金もらいすぎだとかね、全然もらいすぎじゃないですよ。全然足りないですよ。現実、日本国民、みんなでね、順番に1年でいいから、生活保護の支給枠で暮らしてみてくださいって話ですよ。できないと思いますよ、そんなの。それをね、やってくれてるわけですから。だからもっともっと、生活保護の方が、お金というね、資産を増やして、選択肢を増やしていただいて、のびのびと暮らしていただいたら、どんなにね、この国に、世界に貢献するかってことを考えると、私はそっちの方がね、ワクワクしますよね。今のまんま、やりたいこともできないと。見たいことも見れないと。うん。食べたいものも食べれないような暮らしを送らしといてね。で、誰か得するんですかね、こんなことしてね。で、不正受給のこともね、いちいち出してくる人がいますけども、不正受給なんてね、そんなんいないですから。ものすごく少ない人数ですよ。まあ、そこの少ない人数に腹が立つからといって、全部が全部のね、生活保護に対して怒りを向けるのも、これお門違いで、じゃあ生活保護を受けてない方とか、普通にね、頑張って働いていらっしゃる方が、じゃあ、一部の方が犯罪を犯すからって言って、給料所得者は全員犯罪者だみたいなこと、なりますかね。だからね、いつもね、自分基準で極論ばかりをね、まくしちゃってるわけですよ。まあ、その最たるものが私なんですけどね。まあ、いろいろと申し上げましたけども、何が言いたいかっていうと、西田昌司さんに送ったメール、読んでいただいたみたいですけども、残念ながら一問一答には取り上げていただけませんでした。というところでね、今回は、西田昌司さんが私のメールを読みましたよという、そういう証拠映像だけをね、つなげますんで、そちらの方でね、隠居 TV 久保哲郎さんっていうふうに言われてるだけでも、ちょっと嬉しいもんだなと思います。まあ、諦めずに、いろんな角度で、西田昌司さんへは、質問状をね、出していこうと思いますんで、これからもね、注目していただければと思います。それでは、以上です。ありがとうございました。の感じですね。佐野さんの野良猫、野良さん、ユーフン、フォンさん、塾講師 A さん、愛さん、隠居 TV、久保哲郎さん、吉野、正さん、加瀬さん、モニューさん、三垣猫さんが2通、山陰新幹線実現、規制同盟さん、瀬田光さん、